次に紹介する漫画は、この MIQ っていう漫画ですね。この MIQ の M はマネー、そして IQ、だからお金の IQ っていうことですね。あのー、この漫画は、あのー、僕の人生に最も影響を与えた漫画です、まあ。この漫画を読んで僕は株を始めたんですね。まあ、あのー、それなりに儲かってますし、あのー、 結構農業でちょっと給料が少なかった時に、あこの株の利益で、あの、なんとか生活を立て直したっていうことも、まあ何回か経験してますし、まああの、僕にとってはすごい良作ですね。まあただあの、まあ僕が株始めたのは28歳なんですけど、まあ漫画を読んで、あの株を始めるっていうのはなんていうかな、あの、キッカー、あの、頑張れキッカーズとか、キャプテン翼読んで、あの、サッカー始めたり、 あの、ダッシュカンペとか、スラムダンクを読んでバスケットを始めたりとか、まあ、タッチを読んだり、まあ、ボンボン青井坂高校みたいなのを読んで、あの、野球を始めたりとか、まあ、漫画の影響で何か始めるって、まあ、小学校、中学生、中学生までじゃないかと思うんですけど、まあ、28にもなって、あの、まあ、漫画の影響して何か始めるっていうのは、ちょっとどうかなって思う人もいるかもしれませんけど、まあ、僕は、あの、 まあこれのおかげでだいぶ助かった部分はあります。ただ、あの、この漫画、あの、3巻までしか続いてない、ないのに分かる通り、ものすごい評判が悪かったんですね。あの、週刊少年マガジンで2004年の32号から2005年の9号まで連載されていて、レビュー評価は5点満点中2.3です。まあ要するに日本人でやっぱあの、汗水流して、あの、 お金を稼ぐもんだっていうことで。まあ、あと、まあ、バブルが弾けた時に、あの、まあ、株でもう大変苦しんだ人がいて、まあ、その付けを国民の税金で払ったりとかして、株に対して非常に印象が悪いと。まあ、それに対して株を進めるのに、まあ、この漫画では時代は変わったんだよ。まあ、その一言で終わらしちゃってるんですけど、まあ、これはあの、漫画ってやっぱあの、ページ数とかあるから、も、ま、う、あ、これはしょうがないなとは思うんですけど、 まあ、ただ、あの、それでも、やっぱり本当になんか、あの時代は変わってるし、今、あの、一生懸命汗水流して働いても、やっぱり実質給料は下がっていってるじゃないですか。でも、あの株に関しては、この漫画の連載が始まった2004年の時は、例えば、あの、配当金ですけど、3兆5000億ぐらいだったんですけど、今現在、 あ2022年の1月ぐらいだと、だいたい年間17兆円も出してくれるんです。要するに、昔は本当に汗水流して働いたら働いた分だけ、しっかり給料をく,あのくれるんですけど、今はあのサービス残業だったりとか、あの、名ばかり管理長だったら、名 <laughs> ば,ばかり管理職とかそういうので、結構あの、 朝水ただ,した,ただして働いても、あの見返りが少ないっていうのも、まあ、多いし、やっぱ株の配当金も、あの、どんどん上がっていって、上がっていってるのに、あの、労働者の、まあ、実質賃金は、あの、下げられていってるので、やっぱり、あの、まあ、朝水、 たらして、あの、働くことはあの、いいことですし、それは続けるべきだと思うんですけど、ただそれだけじゃ、やっぱ限界があるので、やっぱあの、うまいことあの、株とか、他の、ま、投資にも目を向けるのはいいんじゃないかと。実際、あの、アメリカとかは、あの、給料の一部を投資に回して、定年退職したときに、年金だけじゃなくて、投資からの利益。ま、要するになんか、例えば積み立てとか、配当金のいいやつを、あの、た,ためこん、あの、 溜め込んでいって、その配当と年金合わせて、結構いい生活してる人って、アメリカには多いんですね。日本でそういうことしてる人は、あの、ほとんどいないんで、あの、一応、ただ、あの、今の日本だと、もう将来年金相当値減りすることあるから、やっぱり、あの、ただ溜め込むだけじゃなくて、あの、まあ、こういう株にも目を向けるっていうことは、あの、もう必要なことなんじゃないかなと。 思うんですよ、これからの日本には。まあ、で、この漫画の、まあ、内容なんですけど、最初、この、黒葉だったかなっていう人が、あの、100万円を1ヶ月に2倍にしろっていう難題を出してくるんですけど、まあ、この、まあ、答えは、あの株で儲ける。ただ、このレバレッジをするっていう、まあ、そのお金を借りて、 あの、例えば100万円、100万円じゃなくて300万円にして、要するに200万円借りるってことですね。で、あの、レバレッジって言うんですけど、このレバレッジをして株で儲けて、あの、40%上がれば、まあ、この300万円が、だいたい400万ちょいになるじゃないですか。その400万ちょいになったやつを、あの、 まあ借金、ああ借金した200万円返して、残りの200万円で2倍になっただろうっていうんですけど、まあ、これに関しては、あの、レバレッジしようと思ったら、例えば大和証券だったら保証金2000万円預けないといけないとか、あるから100万円じゃ無理なんで、その辺は説明不足だなっていうところもあるんですけど、まあ、ただこれはちょっと今置いといて、まあ一、一つの方法として、この女の子は、私100万円を倍にするためだったら、タイに行きたいと。 タイなら物価が半分ぐらいだから200万円分の生活ができるでしょと言ってます。まあ、これは2004年の話です。現在タイの物価も日本とそんなに変わらないのでできません。あの実際あの、まあ、日本って成長してないんですよ。あの、他の国はどんどんなんか GDP とか成長してるのに、日本は成長して、まあ、 ま、日本は今現在 GDP で世界3位ですけど、もうこれ、あと10年もしたらイギあの、ドイツとかイギリスとかインドに抜かれていっちゃうと思います。なんですけど、この時代、ただ、この漫画はこ、そういう面もすでに予測してました。だから、あの要するに、真面目に働くことももちろん大事だけど、あの本当に、 まあ、この漫画も言ってましたけど、お金の権限になれと言ってるんじゃなくて、あの、大事なものを守るために、お金はう、お金があった方がいいから、あの、まあ、そのためにも、あの、勉強して、あの、株とか勉強して、あの、もう、しっかりと生活の地盤を作ろうみたいなことを言ってくれてます。まあ、 あのまあ、例としてはトレンドラインっていうものの説明だったりとかそしてあの、まあ、チャートの書き方っていうのも教えてくれてるんですけどまずあのここにあの1万,万1113円のあたりに1本線を引いて。 であのも,うもう片方の,あのなんか線を引いて、そしてあの始,ま始まり値と終わり値をつないで長方形を書く。そして高値と、そしてあの終わり値の1万1271円あたりに線を引く。そしてあの最高値と最安値を引いてあの引くとでこういう。こういうの、よ,あのよく、 あの、テレビの、まあ、株価情報とかに出てくる、この、まあ、チャートが、チャートが完成しますと。いうふうに、チャートの書き方を教えてくれるんですよ。そして、あの、始まり値と終わり値で安くなったときは、黒に塗りつぶすと。で、あの、上がったときは、その、白のまんまと。そうすることによって、あの、こう、これを、あの、たくさん書いていくことによって、 チャートが完成するって言うんです。で、これは、あの、ローソク足といって、これ、意外に知られてないんですけど、これ、江戸時代からあったらしいです。で、このチャートのかか、この、このチャートのかか、チャートを見ることによって、あの、株価の予想。まあ、この漫画では主にテクニカル、あテクニカル方式といって、あの、株価の、 前回、例えばなんか1万円まで上がって、その後、最安値が8000円だったと。ということは、次もそれぐらい値で、値動きをするだろうということで、あの、頭と尻尾を切れっていうこと技があるので、大体いい8200円ぐらいで買って、まあ、あの、まあ、9500円ぐらいで、まあ、売りましょうと。そしたら1300円の利益が出るよねとか、まあ、あの、そういうことを、まあ、教えるテクニカル派。まあ、この漫画にも書いてます、ありますけど、 ファンタメンタルって言って、要するに、まあ、ニュースですね。その会社にとって、良いニュースが出たら、株価が上がるだろう。だから、あの、安いうちに買っとこうっていうのが、このファンタメンタルっていう方,方法なんですけど、まあ、あの、そのやり方も一応書いてはいますけど、まあ、この漫画はどっちかといえば、あの、まあ、テクニカル派を、まあ、推奨して、してましたね。まあ、あの、この漫画でも言ってましたけど、できれば、 ファンタメンタルとテクニカルの二つ両あの、両方を両立してやった方がより儲けますよっていうことをこの,この漫画では言ってますけど、まあ僕もその通りだと思います。この漫画はあの当時、まあ評判が悪くて連載短かったんですけど、まあ僕個人としてはこの漫画、あの、連載が早すぎたと思うんですよ。もし連載が、まああと、 これあの10年ぐらい遅かったら、もう少し連載続いたと思うんですね。あの、ま、それぐらい、あの、やっぱり、あの、ま最、最初の方でも言いましたけど、結構、例えば消費税が上がったと。で、消費税が上がったけど、あの、ま、社会保険に使うとか言ってたじゃないですか。でも実際社会保険に使われてるのって16.9%らしいんですよ。税収の。 じゃ、残りが何に使われたかっていうと、大企業の、まあ、減税分に使われている部分が大半らしいので、あの、まあ、あとは国の借金の返済ですね。ということで、あの、要するに、あの、企業にとっては、あの、まあ、日本ってすごい、大企業にとっては、都合のいい国ですけど、あの、中小企業とか、僕ら一般庶民にとっては、 ちょっとあ,のあんまり優しくない国なので、あの特にあの税金だけ見ても、アルバっていう国について、日本は2番目に税金が高い国です、しかし、換金率は先進国では本当にほぼ最下位です、まあ、そんな国なので、あのまあ、その代わり、あのまあ、要するに上場企業、まあ、大企業には税,税金の優遇がすごいいいので、あの うまく、まあ、株を勉強して、その、お金を取り戻そうというか、要するに、あの、真面目に働くだけじゃなくて、あの、税金で優遇された、されて、儲けてる企業の,あの配当金だったり、まあ、利罪だったりを上手に狙って、あの、儲けてあの、生活をより豊かにしていきましょう、っていうことを教えてくれてます。 まあ僕もそう思って、この漫画を読んだ後、株を買い始めて、まあ実際14年間で、まあ純利益は600万ぐらいはいったかな。まあ大半使っちゃってもうないんですけどね。